温泉街を抜けると道は雪に覆われてしまったらしい。運転手は役場の無気力をしきりに嘆いたが、時計は雪のない路面よりもタイヤのくぐもった音や柔らかな振動が伝わる雪道の方が好きだった。瞳の奥にまだいくらか光は差す。昼と夜、晴れ上がった日と雪模様の違いくらいは分かった。温泉街の入り口に今もオレンジ色のネオンが灯っているのだろうかと、時計はタクシーのリアウィンドウを振り返った。この街に来た頃にはもうすっかり文字とは無縁になっていたのだが、県道沿いの大きな柱の表裏に輝く歓迎とまたのお越しをのネオンサインだけは読むことができた。トキちゃんも何年になるかね。馴染みの運転手に叱られたような気がして時計は向き直った。今年は54、嫌になっちゃう。いや、そうじゃなくて、ここに来てから何年になるかね。間抜けた答えにひとしきり笑ってから時計は風邪をもせずに22年と言った。そうかね、もうそんなになるかね。ついでに年まで聞いちまった。内緒よ。内緒話なら俺も今年は60だ。景気のいい自分なら車を降りても働き口があったが、なるだけしがみついてるほかはね。定年はないの？あるにはあるんだが、60までしがみついてたやつはいねえから、どんなもんだか。13人のドライバーのうち、この先5年で半分は定年だから、会社も無理は有名。みんな年取っちゃったね。車は奥湯に向かう上り道に入ったらしい。麓の温泉郷はすっかり客が減ってしまったが、奥湯の一軒宿からは昔と変わらず週に一度か二度の注文がある。正月明けの暇な時期などはその仕事で食べているようなものだった。奥湯はきっといいところなのだろう。紅葉の季節には毎晩お呼びがかかるし、雪深い頃にも客が絶えることはなかった。トキちゃんは別品だな。鏡越しにしげしげと覗かれているような気がして時恵は顔を背けた。22年前はね。いやあ、そうでもなかった。もう50よ。お世辞じゃねえさ。そういう女はいるもんだ。奥湯に下る峠のあたりで運転手はメーターを切ってくれた。おかみさんが時を気遣わないのは不自由のない程度には見えていると思っているからだろう。確かにまぶたは開いているし、杖も使ってはいない。ぼんやりと見えていた20年前と造作はどこも変わっていないから、柱の数さえ数えていけば、部屋を間違える心配もなかった。こんばんは。はい、こんばんは。遅くにすまないね。霧の間、お願いよ。おかみさんもすっかり老け込んでしまった。昔は声にも張りがあっていかにもテキパキと宿を仕切っている風があったのに、この頃は足音を聞くこともない。トキちゃん、ご苦労様。いつも愛想はいいけれど若旦那さんはお酒が切れないらしい。先代の旦那さんは一滴も飲まなかったのに、東京の大学などに行かせたからだと中江さんたちは言っている。その東京から連れ帰った嫁は若おかみと呼ばれもしない何ヶ月かのうちに出て行ってしまった。多分おかみさんが厳しかったせいなのだろう。
若旦那さんが酒の匂いをプンプンさせるようになったのはそれからだと思う。帳場から10歩で大黒柱、そこから15歩で階段、霧の間は2階の奥まった部屋だ。大丈夫かね、見えてないんじゃないかしら。なに、自分の家みてえなもんさ。階段の下で中井さんと番頭さんが話している。ささやき合う声でも時恵にははっきりと届いた。ましてや雪の降り積む夜更けである。時恵は階段の踊り場で声の方を振り返り、大丈夫よというように微笑んだ。うつろな眼差しの先に正しく声の主を捉えている自信はあった。宿の人に気を遣わせてはならない。情けに頼るのも嫌だが、面倒に思われれば仕事が減ってしまうかもしれない。温泉場には暇を持て余すマッサージ師が二十何人もいるのだから。階段の手すりは石のように滑らかだった。奥湯の宿は明治時代に建てられたまま、ほとんど手が入っていないらしい。この頃では古い造作が話題になって、テレビの旅行番組にも取り上げられた。普段は何一つ仕事をしていないはずの若旦那が、いかにも伝統を守る頑固者の小姉を装って、宿の来歴や湯のありがたさを語っていた。2階の廊下に立った時、腕時計がピンと12時を打った。電話をもらってすぐに飛び出したのに、アパートの前でタクシーを待ちぼうけした。お客さんは寝てしまったかもしれない。廊下の戸付きから桜の間、梅の間、紅葉の間、せせらぎの音が足元を過ぎる。渓流の渡り廊下がしばらく続いて、松、欅、拳、霧の間は突き当たりだ。正月明けの宿には客の気配がなかった。もし自分がこの宿の客になるのなら、若葉や紅葉の季節よりも静まり返った今頃がいいと時恵は思った。お待たせしました。麓の宿の客室はどこもドアに改装されているが、奥湯は格子の引き戸と襖だからノックをするわけにはいかない。引き戸には鍵がかかっていた。待ちかねてお風呂に行ってしまったのだろうかと思う間に、人の起き上がる気配がして床がきしんだ。カチャカチャっと鍵は回る。素通しの引き戸の向こうから硫黄の湯の匂いを含んだ体温が伝わった。男の人、お酒はビールだけで連れはいないらしい。すまんね、こんな遅くに。背は高い。時恵は少し後ずさって客の顔のあたりを見上げ、申し訳ありません、遅くなっちゃってと頭を下げた。客がじっと自分を見つめているような気がした。機嫌を損ねているのだろうかと怪しむうちに、優しげな声がもう一度時恵をねぎらってくれた。すまんすまん、宿にいらっしゃるもんだとばかり思っていた。こんなことを言ってくれるお客さんは珍しい。きっととても素性のいい紳士か、さもなくば散々苦労して他人の痛みを考えることのできる人なのだろう。客の後から時恵は霧の間に入った。スリッパを揃えるついでに履物を手で探った。やはり連れはいない。
広い上がりがましに三畳の杉の間と座敷を備えた金の間は宿でも特別の客間である。その昔は宮様もお泊まりになったことがあるのだとおかみさんから聞いたことがあった。まだいくらか見えていた頃の記憶を時恵は闇の中でたぐり寄せた。立派な一枚板の床の間と太い床柱、谷に面した板敷きからはまるで絵はがきのように国境沿いの峰が迫っていた。そっちに寝床を取ってもらったんだがいいかな。はい、お一人の方は皆さんそうなさいます。このお座敷は広いから杉の間の方が落ち着くんです。客の気配が一瞬消えたと思う間に大きな手のひらが肩に置かれ、乾いたタオルが髪を拭った。いやね、遅いから催促したらわざわざ町から来るっていうじゃないか。仕事ですから。若い頃なら驚いて客の手を振り払ったかもしれない。優しさだけを受け止める年になってしまったと時恵は思った。男からすれば肩に手を置いて髪に触れても構わぬ年の女になったのだろう。気がつかなくてごめんなさい。風邪でもひかれたらこっちのせいになる。男の手は心地よかった。ほんのひとときがとても長く感じられた。美容院には暮れに行ったから白髪は目立たないはずだった。声は若いけれどもしかしたらおじいちゃんかもしれない。だが杉の間の布団に横たわった男の体には緩みがなかった。力があるんだね。強すぎますか。いや、いい具合だ。凝り性だから強すぎるということはない。ずいぶん張ってらっしゃいますけど40分でいいですか。時計は水を向けた。延長料金を尋ねる客はめったにいない。40分で4000円の代金から往復の車代を払ったのでは割に合わなかった。あとは使えてないのかな。はい、これで看板です。だったらほぐれるまで揉んでもらおうか。80分で8000円いただきますけどよろしいでしょうか。自分もずうずしくなったものだと思う。若い自分には決してこんな言い方はできなかった。じゃあそうしてもらおう。とりわけ凝っている左の腰を揉んでいるうちに男はかすかな寝息を立て始めた。田中時計さんどうすやろか。待ち合わせの喫茶店で声をかけてきたのは見知らぬ中年の女だった。顔の輪郭が栄一に似ていると思った。視力を悟られぬように時恵はきっかりと女を見据えた。はじめまして。栄一さんは。用意していたように栄一の母は言った。今日は気しまへん。親が会ういうのは交際を認めるいうことになりますやんか。ましてや二つ年上の長藩言うたら結婚を前提としたお付き合いどすやろ。ゆんべは遅うまで父親も祖母も交えてじっくりと話し合いましてん。ほんで息子も納得しましたし、そら本人がきっぱり言うのが筋通しやろけど、あの通り優しいばかりの性格やさかいきついことはよう言えしまへんしな。
これは悪い夢か妄想ではなかろうかと、時計は窓の外を見合った。百万遍の交差点には夏の日差しがあふれていて、時々真っ白な日傘がぼんやりとした視界を遮って過ぎた。市電の轍の音が去るのを待ってから、時計はありのままの気持ちを口にした。突然やさかい事情がようわかりません。栄一さんとお話しさせてください。母はため息をついた。勝ち気な人らしいが、悪意はないと思う。親ならば100人が100人同じことをするはずだった。べっぴんさんやね、あんたはんなら何もうちの子やのうても幸せにしてくれはる人はようけいてはる。ああかん、どないしてもきつい言い方になってしまうがな。抗う前に心が潮垂れてしまった。恋人の母は世間の常識を口にすることに苦慮していた。結婚どころか、そもそも愛し愛される資格がなかったのだと時枝は思った。きついこと言うてすんまへんな。父親がどうにも承知しませんのんや。なんとか説得しよう思て、わてとおばあちゃんは栄一の肩持ちましてん。せやけど、あの子で三代目の開業いどすさかい、先々のことまで考えますとな、やっぱり無理があるのやないかって、そないな結論になってしまいました。父親が出てくれば角が立ちますしな。おばあちゃんは泣き虫やさかい、外で待たせてます。なあ、時枝さん、この通りや。きつい話やろけど、うっとこの事情も分かっておくれやす。もう一度窓の外に目を向けた。膝刈りの街路樹の下に炉の着物を着た小さな祖母が佇んでいた。 A ちゃんのおばあちゃん、内緒で一度だけ会ったことがある。寺町通りでびっくりすくらいおいしいお肉をご馳走してくれはった。元気もご馳走してくれはった。ケラケラ笑ってばかりいたのに、タクシーに乗るときしっかり抱きしめて、不憫や不憫やって急に泣き出したっけ。わかりました。ご迷惑おかけしてすんませんでした。ごめんなさい。自分でも意外なほどあっさりと答えが口から出てしまった。まるでいたずらを詫びているようだと思った。母はほっと息をついた。栄一とはええお友達になってください。そこまできついことはよう言えしまへんさかい。いえ、と時枝は顎を振った。愛されている自信はあった。もうお会いしません。さよならもしなくてええです。すいませんでした。ごめんなさい。意地でも嫌味でもなく時枝は心から詫びた。頭を下げた途端、ようやく涙がこぼれた。あなあ、時枝さん、えげつないことや思わんとこれをお納めしてもらえまへんか。テーブルの上に差し出されたふくさが何であるかとっさにはわからなかった。わかった途端、毒を盛られたような気がして時枝は思わず身を引いた。人目がありますさかい、押し引きはせんといてや。
時恵さんのお気の毒な事情は栄一からもよう聞いてますな。あれこれ考えんと、これはほんの気持ちどっさかい。押し付けられた服装を膝に置くと、栄一やその家族に対するものではない別の怒りが腹の底から突き上がってきた。勘が働いたのだった。家族は昨日話し合ったわけではあるまい。時恵の視力が回復する見込みのないばかりか、やがて完全に失明することを確かめた。そして多分肉親に見捨てられてしまったことも。分厚い封筒をバッグの中にしまい、福沢は折りたたんで母に返した。誤解せえへんといてください。私も手切れ金やなんて思いたくありません。栄一さんのお家は良識のあるお家やさかい、きちんと私のことを考えてくれはったんや思います。せやからこのお金は実の親からものだと思うことにします。そうやないとせっかくのご好意を無駄にしてしまうことになりますよって。ごめんなさい、理屈ばかり言うて。栄一の母はしばらくじっと時恵の顔を見つめていた。頭のええ子や、べっぴんさんで頭もようてしっかり者のええお嬢さんやな。どうしてあんたの命が、という言葉を母は飲み下したに違いなかった。もしそれを言われたならば、正確な答えは用意してあった。もう知ってはる思いますけど、もう網膜色素変性症いう病気はあかんのです。どんどん見えへんようになるから、今のうちにしっかり勉強しておかなあかんと、学校の先生にも言われました。恋愛も今のうちやないとできへん思っただけです。A ちゃんにはそう伝えてください。それにこの病気は遺伝が原因やいうことも知ってます。せやから結婚なんて考えてもみませんでした。A ちゃんは子供なんかいらへん言うてくれました。お医者は俺でしまいや言うてくれはりました。でも私は2年の間ずっと A ちゃんと別れる方法ばかり考えてました。大好きやけどそうせなならんと思い続けていました。遺伝やいうことは多分私の母も目が見えへんやろと思います。施設で育てられたのは母が犯したわけやないと信じてます。運命なんやから誰も恨みません。父という人のことは、A ちゃんを好きになってから憎まなくなりました。どこかで幸せに暮らしてくれれば、ええと思います。それから私は頭がええのやなくて、目が悪い分勘がええんです。しっかり者は当たり前です。時江ちゃん。一言も声にならぬ思いの丈が通じたように、栄一の母は時恵の顔を招き寄せて髪を撫でてくれた。ほんまのこと言うと、栄一には二度と会わんといてほしいのやけど。わかってます。その代わりな、困った時にはおばちゃんが相談に乗るさかい、いつでも電話しいや。口だけやないえ。娘にはさせられへんかったけど、おばちゃんのことお母ちゃんや思てな。幻満しよ。栄一にもお父ちゃんにも内緒や。おばちゃん一生あんたの力になる。栄一の母は伝票を握って立ち上がると、
堪にえ」と言って深々と頭を垂れた。時恵が周囲に気遣うほど長いことそうしていた。考えてみれば決して思いがけない話ではなかったのだ。母に会ってほしいと栄一が言い出したとき、一体何が起こるのか自分は予見していたはずだった。良識という裁きを受け、正当な宣告を聞くためだけに待ち合わせ場所にやってきた。母が喫茶店から出ていくと、大仕事を終えたように時恵は息を抜いた。街路樹の下で母と祖母はお揃いの炉の着物と白い日傘を並べて何やら話し、それからそそくさとタクシーを止めて去ってしまった。あてからも一言お詫びせな、御所がおるてかなんわ。話を蒸し乾燥いとんてください。さあ、いにまひょ。多分そんな会話を交わしたのだろう。誠実な人たちだと時恵は思った。A ちゃんのお母さん、おばあちゃん、そして会う機会はなかったけれど、A ちゃんのお父さんも時恵が日頃感じている世の中の誠意の最も正しい体現者だった。母の言い置いた言葉は重かった。慰めではなく覚悟を感じた。時恵はふるさとを捨てることにした。この家はあるまいと思える母のせいに、今のうちならばともかくいつかは甘えてしまうだろうと危惧したからだった。形のあるうちに遠くへ行き、色のあるうちにもっと遠くへ行き、やがて光が失われる頃には、決して手の届かぬ遥かなところまで行ってしまおう。栄一の愛情と家族の誠意に応える方法はそれしかないと、時恵は信じたのだった。雪国の温泉場に流れ着いたとき、バスの窓越しに過ぎた歓迎のネオンサインの温かさを時恵は忘れない。お客さん、どちらからおいでですか？左の腰をほぐして男の体を返したとき、時恵はおざなりの質問をした。言葉を交わしていなければ悲しい記憶がよみがえってしまう。東京。眠たげな声が返ってきた。明かりを消しましょうね。枕元を探って小明かりをつけ、座敷の電気を消した。この頃では男の客を恐れる気持ちがなくなってしまった。体をほぐされながらまどろむには暗い方が安らぐだろうとだけ思うようになった。お生まれは東京じゃないみたい。ほう、どうして？お声の端々にちょっと。勘がいいね。じゃあどこだと思う？関西だと思いますけど違いますか？客は答えてくれなかった。代わりに話をはぐらかすようなことを言った。右側は柔らかいだろう。左ばかり来るんだ。右手をお使いになるお仕事？へえ、そういうものなのか。利き腕ばかり使っていると反対側が来るんです。体重をずっと支えているから。だとすると、ほとんどの人は左側が凝ることになるね。そういうわけでもないんです。
お仕事っていうのは案外両手を動かすんですよ。ほら、私もそうですけど。もっと声を聞きたいと思うのだが、男は寡黙だった。一人旅の客は例外なく饒舌なはずである。もしや、と思った。手が止まってしまった。どうしたの？いえ、部長補ですみません。ちょっとお手洗いをお借りしていいですか？なんだ、わらぎぼよきの壺でもあったのかと思ったよ。どうぞ。すみません、お借りします。胸のとどろきを抑えながら、時枝は洗面所の鏡に向き合った。顔を洗って目を覚ましたかったが、タオルを濡らすわけにはいかなかった。化粧をする習慣はない。髪だけを縛り直した。外は吹雪になったらしい。谷から吹き上がる風が窓辺の枝をとよもしていた。深く息をついて男の匂いを探した。客の体は強い硫黄の匂いがかぶってしまっているが、部屋のどこかには仕事にまつわる香りが残っているかもしれない。懐かしい匂いは見つからなかった。22年前よりも今の方が別品だと言ってくれた運転手の声がよみがえった。お世辞でなければいいのだけれど。すみませんでした。山上の敷居を指先で探って膝を揃え、両手をついて部長法を浴びた。タバコの匂いが漂っていた。男は布団の上に起き上がってタバコを吸っているらしい。凝視する眼差しを感じた。こんなの不公平よ。私にはあなたが見えない。なあ、トキちゃん、お袋に会うてくれへんか。栄一の母に会うことをためらったわけではなかった。その行動の持つ意味について慎重に考えねばならないと思った。時枝は答えずに恋人の胸に甘えた。A ちゃんは多分気づいてへんやろけど、体からはいつも消毒の匂いがする。秋になったら卒士や国士やて追いまくられる社会、デートも満足にできひん思うしな。その前におふくろにも親父にも了解取っておきたいんや。この匂いは医学生のそれではないと思う。 A ちゃんの同級生は何人か知っているけれど、消毒の匂いは誰からも感じなかった。つまりお家の匂いや。なあ、トキちゃん、必ず説得するさかい、会うてくれへんか。ばあちゃんは俺の味方やし、親父は尊敬できる人や。おふくろはこううるさいところがあるけど、性格は俺に似てると思う。この頃あれやこれや詮索されるしな。はっきり言えば反対はせえへん。恋人の胸の鼓動に耳を合わせながら、時枝ははっきりさせんといてと言った。考えた上の言葉ではない。この幸せな日々が一日でも長く続けばいいと思っただけだった。どうして。俺トキちゃんがいやいや言うても承知せえへん。医学はどんどん進歩してるんや。眼科の教授に聞いたんやけど、トキちゃんの病気もそのうち治療法が見つかるやろって。そのうち豊かって何十年も先のことかもしれへんやんか。だから俺は眼科をやろう思ってんねん。
産婦人科はリスクが多いばかりやから、やらんでもええって親父も言うてるし。はっきりした目的があるのはええことやろ。網膜色素変性症の決定的な治療法を発見したらノーベル賞もんや。栄一は恋愛を成就させる大義だけを探している。時恵も恋の行方を無双していないわけではない。だが生まれ育ちと肉体の不都合を考えるにつけ、この紐ささぬアパートの外に二人の世界はありえぬという気になった。2年の間にこの小さなベッドで愛を確かめ合った数も知れていると思う。医学生の時間割はみっしりと詰まっており、時恵も夕方にはマッサージ店に出勤して夜更けまで旅館やホテルからの呼び出しを待たねばならなかった。日曜に休みを取ることも難しい。俺は時ちゃんが酔っ払っておっさんの体を揉んだりさすったりするのを考えると頭がどうにかなりそうになる。他にできることないもの、仕方ないやんか。そやからマッサージはやめてほしい。俺の嫁さんになってばあちゃんや親父やおふくろの体だけ揉んだってえな。あんな、A ちゃん、それって奥さんの仕事やないよ。赤ちゃんも産めへんし。遺伝素因が 100% やない。たとえ 1% かて子供は産めへん。どうして？目の見える人には分からへんやろ。栄一はごめんと言って抱きしめてくれた。この人は多分死んでくれと言ったら迷いもせずにうなずいてくれるだろう。栄一の愛情の中に哀れみのかけらもないことを時恵は確信していた。心の底から愛されている。髪の一筋から爪の先まで。ほしたら子供などいらん。お医者は俺の代でおしまいや。それでええやんか。なあ、トキちゃん、それでええやろ。言い争ってはならなかった。人が簡単に口にする不自由という言葉の本当の不自由さを知っているのは不自由な本人だけだった。親がこう捨てねばならないほどの不自由を理解し寛容する他人がいるとはどうしても思えなかった。不自由は不可能の異名だった。抱いてよ、A ちゃん。この人のすべてを体で覚えておこうと時恵は思った。まぶたの裏だけに記憶しておくのは嫌だった。死ぬまで一生、唇や指先や肌のすべてが決して忘れんくらい A ちゃんを焼き付けておくのんや。ほんで人を好きになるのはもうやめにしよう。客が枕元の置き時計を手に取る気配がした。気になさなくていいですよ。腕時計を合わせてありますから。80分でピーッとなります。ああそう、便利なものがあるんだね。うつ伏せになってください。男が体を返すとき、時恵は匂いを嗅ぎ逃すまいと心を針にした。だが鼻が捉えたものはやはり硫黄の湯の香りだけだった。記憶とはいい加減なものだ。体
体の隅々まで覚えていたはずなのに、そうと確信できる手触りはなかった。もっとも年を取れば肌も体つきも変わってしまうだろう。栄一の体に古傷や火傷の跡がなかったろうかと考えたが、思い出せなかった。声は似ているような気もする。もう少し饒舌であればつかみようもあると思うのに、短い言葉はそうと確かめる間もなく時枝の耳をすり抜けてしまった。それでも栄一が口にしたふるさとの言葉を忍ばせる柔らかな抑揚が男の声には確かに残っていた。自分はいつの間にその言葉を失ってしまったのだろう。東京で暮らし始めた途端、まるで新しい着物に着替えるようにたちまち標準語を話し始めたと思う。テレビやラジオで育った世代は誰もがその気になれば標準語を使うことができる。ましてや時枝にはラジオを一日中つけっぱなしにしておく習慣があった。そしてこれは大層意外だったのだが、東京では関西の訛りを耳にすることがなかった。はい、仰向けになってください。時間はまだ早かったが、自分に向き合ってほしかった。腰から下に布団をかけ、傍らに座って腕をほぐす。男としては頼りなげな細く筋張った腕だった。山奥の温泉宿でかっての恋人に巡り合ったとしたら、にわかにはそうと信じられまい。知らん顔するのは構わないけれど、思い過ごしにしてほしくはなかった。見つめられている。眼差しの先が顔や体を動き回るのが分かった。ずいぶん年は取ってしまったが、思い過ごしと言い切れるほど変わってはいないはずだった。できれば勇気を振るって声をかけてもらいたい。悩み事はあるかな。心臓をつかまれたような気がした。幸せに暮らしているのかと尋ねられたのだろうか。うまい答えが見つからずに時枝は黙りこくった。ああ、すまない。つまらんことを聞いてしまった。もしそれが精一杯の問いかけであるとしたら、黙っていてはならないと時枝は思った。いえ、これでも案外幸せなんです。差し当たって悩み事はありません。ご家族はいるの？そういうものがないから悩みの種もありません。ヤグの裾を回って左の腕を握った。男の手のひらが急に汗ばんだ。部屋の明かりは消えている。この位置に座れば枕元の小明かりが顔を照らし上げているはずだった。よく見てほしいと時枝は胸に念じた。お客さん、ご家族は？いるにはいるんだが、いてもいなくても同じようなもんだ。いい答えだと思った。幸せな人生を送っているとも聞こえるし、ことさら幸せを誇っているふうには思えない。家族が悩みの種だとする時枝の言葉へのお追証にもならなかった。時枝は腕時計に触れた。時間はさほど残されてはいない。もし間違いであっても粗相には当たらぬように、時枝はコトロパを選び抜いて勇気を振るった。もしかしたらお医者様ですか？しばらく間を置いて、どうして？
という肯定でも否定でもない声が返ってきた。論文やらカルテやらをお書きになるから右手と左の腰が凝っているんじゃないかって思いました。すごい推理だね。にっこりと微笑んだような気がする。今も難しい論文をお書きになってらっしゃった。興味の医者は字なんか書かないだろう。時枝は枕元に座った。豊かな髪に指を差し入れると、わずかだが消毒の匂いが嗅いだように思った。顔には触らないでくれ。トゲのある声で男は言った。子供の頃から目の中に黒い輪がはまっていた。視野とはそういうものだと思っていたのだが、そのうち夜になると黒い輪が広がって物が見えづらくなった。眼科医の説明によると視細胞のうち光の強さを感じる部分がまず侵されるので、あたりが暗くなると見えなくなるのだそうだ。背が伸びるほどに黒い輪は少しずつ厚くなっていった。夜の訪れが怖くなった。日が暮れるとまるで風船に空気でも吹き込むように目の中の黒い輪が急激に膨らんだ。恋人との出会いは偶然だった。図書館を出ると秋の一日は思いがけなく暮れかけていた。視野を失ううちにバス停までたどり着かねばならなかった。黒い輪のわずかな中心の穴にいきなり自転車が飛び込んできた。ああ、すみません、ごめんなさい。何の落ち度もないはずなのに、栄一はすみませんと言い続けた。自転車がぶつかってきたのではなく、時枝の視野の中に走ってくる自転車が入らなかった。こういう危うい目にはしばしば会う。だが急ブレーキを踏んだ運転手も肩をぶつけた人も罵りこそすれ、すんませんとは言わなかった。詫びた理由はすぐに分かった。転んだ拍子に図書館から借りてきた展示の本が路上に投げ出されたのだ。すんません、ごめんなさい、怪我ないですか。いえ、悪いのは私です。ごめんなさい。謝らんといて。人目が気になってならなかった。視野は確実に狭まっているが、目の中には両手両足を突っ張って黒い輪を押し戻している小さな時枝がいた。善意と憐憫が同じ意味であることを時枝は知っていた。本と一緒にプラタナスの枯葉を胸に抱きしめて、時枝は消えかかる視野の隅に街灯を確かめながら歩き出した。ともかく人々の哀れみから逃れたかった。栄一は自転車を引きながら後を追ってきた。いえ、どこですか？近くまで送らせてください。なんともないです。大丈夫やから。そうですか。そんじゃあ。すんませんでした。ともう一度言って、自転車は去っていった。だが、時枝がいくらも歩かぬうちに、また慌ただしく戻ってきた。間違ってたら堪忍してください。もしかして、見えてはらねえへんと違いますか？その言い方には神の立場の善意や憐憫を感じなかった。人間の優しさが声になるとこないなきつい言葉になるのやろう。そう思うといっぺんに心が開けた。私どっちに向こうて歩いてんのやろう。今出川通りを西に歩いてますけど。
反対や。栄一は自転車をガードレールに立てかけた。すんません、手つながしてください。男とも少年ともつかぬ華奢な手のひらが時恵の手をしっかりと握った。自転車は後で取りに来ます。取られてしまうがな。消毒の匂いのする息が耳にかかっても悪い気持ちはしなかった。ここだけの話やけど、誰の自転車かわからへんのです。干したら泥棒やないの。大学の駐車場にずっと放火してあったんです。ブレーキも効かへんし。やっぱり泥棒や思うけど。バチが当たってぶつかったんやろか。そうかもしれへんけど、私は何も悪いことしてへんよ。だから家まで送らせてください。罪滅ぼしせなあかんし。年は多分下だろうけど、背の高さはちょうどよかった。しばらく歩いてから時恵は手のひらをほどいて指を絡めた。腕時計がピッと鳴った。男のうなじに両手の指を差し入れたまま、時恵は思い出が去ってしまうまでじっとしていた。耳が違う。客の耳は貝殻のように薄くて小さかった。別れた恋人の年を数え続け、夜ごとありもせぬ巡り合いを夢見てきた。時恵の生きがいはそれだけだった。この人こそと思い込む気持ちは年を経るごとに勝ってきた。その分失望もまた大きくなった。それにしても今日は答えた。夢のむくろを両手に抱いたまま、物も言えぬくらい。涙がまつげにたまって拭う間もなくこぼれ落ちてしまった。すみません。指先で男の顔を拭った。知らぬ間に涙をこぼし続けていたのだろうか。男の顔は濡れそぼっていた。君は名人だな。男は涙声でようやくつぶやいた。それからひとしきり鼻を鳴らして思いがけぬことを言った。死ぬつもりでここに来たんだが。本音を口にした途端、男の体から力という力が抜けた。そうでしたか。どうりでなかなかほぐれなかったはずです。時恵はタオルで男の顔を拭い、肩にも首筋にもコリが残っていないことを確かめた。風は鳴り続けている。向かいの車が来てくれるかどうか時恵は危ぶんだ。8000頂戴します。車代は結構です。そうも行くまい。男は枕の下を探って財布から紙幣を抜き出した。3枚のお札は1万円と5000円と1000円で、つまり倍額ということだ。こんなにいいんですか。3万じゃないよ。不器用だが誠実な人だなと思った。
ってます。どうしてわかるの？新しいお札は大きさも同じようなものだろう。ここにね、と時計は紙幣の端を指先でなぞった。一万円札には鍵型の出っ張りがあります。五千円札には丸一つ、二千円札には丸が三つ、千円札には横棒。数字も盛り上がってますけど、このマークの方が間違いありません。へえ、男も指を添えた。知らなかった。男はヤグの上に起き上がった。知らなかったよ。どうしてまた泣くのだろう。コリはすっかりほぐれたはずなのに。目の見える人は知らなくてもいいんですよ。知らなかったとつぶやきながら、男は鼻をすすって泣き始めた。時計は闇を見上げた。東京のマッサージ店に思いがけず電話が入ったのは、ふるさとを捨ててから半年も経ったお茶っ引きの夜更けだった。ときちゃんか？懐かしい声が耳に踊り込んだとき、いっぺんに弾き出そうな思いの丈を、時計は唇をかみしめて押しつぶした。ときちゃんやろ？電話切らんといて。二度かけるのはお店に迷惑やさかい、何も言わんでええから黙って聞いてください。時計はうなずいた。はいの一言でも口にしようものなら、体がバラバラに壊れてしまいそうだった。俺、お医者になった。卒士は学年で2番で、国試は全国で7番や。今日発表やった。まだ親父にもお袋にも知らせてへん。時ちゃんの居場所は分かってたけど、今日までは電話せえへんって決めてた。よほど腹を据えて拝むような気持ちで受話器を取ったのだろう。栄一の声は落ち着き払っていた。おめでとう。時計はささやき返した。続く声をしばらく待った後、栄一は静かに言葉をつないだ。何も言わんでええから聞いていてください。俺は時ちゃんのこと探さへんし、迎えにも行かへん。その代わり死ぬまで時ちゃんのこと忘れへん。ありがたいと時は思った。およそ考えつく限り、この家はあるまいというくらいの回答だった。100点満点やで、A ちゃん。ほんで、その代わりや。その代わり俺眼科やるからな。教授はマイナー系に進むのはもったいない言うてはるけど、俺はもう決めてる。一生かかっても網膜色素変性症の決定的な治療法を発見したる。それまで辛抱しいや。俺は時ちゃんと心中しよう思た。嘘やないで。せやけど俺は医者なんやから、それは卑怯や。医者ならば時ちゃんと心中なぞせんと、トキちゃんの病気と心中せなならん思い直した。俺、トキちゃんの命と心中するからな。多分、トキちゃんを迎えに行くのは俺はないと思う。何十年先かわからへんけど、きっと若い医者がトキちゃんの命に光の穴を開けに行くさかい、その医者を俺は思ってほしい。
お礼を思て抱きしめてやって。聞いてるのか、トキちゃん。もう何も見えへん役立たずの目やのに、どうして涙ばかりは一丁前に出るのやろ。うん、聞いてるよ。ようやくの思いでそれだけを言った。俺のことを堪忍してください。それはないで、A ちゃん。お母さんの言いてはることが今ようやくわかった。私の花瓶はちっちゃすぎて、A ちゃんの花は大きすぎた。それだけのことや。せやけど、これだけはわかってください。俺、トキちゃんのこと大好きや。ガキやさけ、いっぺんもよう言われへんかったけど、聞いてくれますか？まぶたに手のひらを押し当てて、時恵は恋人の声を待った。愛してる。心の底から、トキちゃんを愛してる。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 声は尻すぼみになって、代わりに市電の私の音が通り過ぎた。時恵は耳を澄ませた。雨がガラスを叩いていた。決別と告白の重さに押しつぶされて、栄一は電話ボックスの底に沈み込んでしまったのだろう。答えねばならない。だが言葉を探しあぐねるうちに、語りと効果の落ちる音がして電話は切れた。おおきに。時恵は届かぬ声を口にした。愛の花束は花瓶から溢れてしまって、感謝の一言すら生ける隙間はなかった。どこか遠くへ行こう。光も音も届かぬ遥かなところへ。できれば踏み跡すら残らぬ深い雪の中がいい。タクシーは来てくれるだろうか。電話機を手で探っていると、帳場から運転手さんの声が聞こえた。あれ？待っててくださったんですか？帰ったって仕事はねえからな。若旦那に付き合ってた。お酒？まさか飲むわけねえだろ。酒はやめろって説教してたんだ。ずいぶん降ってるみたいだけど、大丈夫ですか？風が強いだけさ。そんなことより、と声を潜めて、運転手は時恵の手を引いてくれた。こたつでぬくまっていたのだろうか。まるでふかしたてのおまんじゅうみたいな手のひらだ。トキちゃんが遅いもんで、若旦那はやきもきしてた。ありゃ、お安くねえぞ。冗談ばっかり。いやな、案外冗談でもなさそうなんだ。おかみさんもな、マッサージさんがうちにいてくれりゃいいね、だとさ。跡取りは親類から養子をもらえばいいんだと。さあ、どうする、ときちゃん。お前さんがどうこうじゃなくて、ここは奥湯がどうなるかの正念場だ。時恵は話を聞き流して明るい声を上げた。お世話様でした。またよろしくお願いします。明治の初めから使い詰めでも手を入れたことがないという自慢の王道を引くと、粉雪が音を立てて舞い込んだ。
ご苦労様。帳場からおかみさんの声が返ってきた。タクシーの暖かな排気が鼻先を過ぎた。ずっとエンジンを回したままだったのかと思うと申し訳ない気がした。お客さんに褒められたのよ。べっぴんだなってか。そうじゃなくて名人だなって。トキちゃんはべっぴんだ。鏡で見せてやりて。吹き募る雪に顔を向けると自分が世界で一等幸せな人間に思えて、時恵はあらん限りの声を張り上げた。おおきに。忘れかけていたふるさとの言葉が輝かしい光の尾を引いて雪山にこだました。